ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。今回は、1980年代に発売された、シャープのパソコン、X68000 を、ご案内します。X68000? 1980年代の、日本のパソコン市場は、NEC の、PC9801 シリーズが、市場の9割を占め、圧倒的な優位を占めていた。そこで、シャープは、起死回生の策として、X68000 を市場に登場させたんだ。シャープの勝負パソコン。果たして、X68000 は NEC の画像を突き崩すことができるのか。まずは、1980年代末の日本のパソコン市場を案内します。先ほど案内した通り、NEC の PC9801 が市場の9割を占め、圧倒的優位な状況にあった。挑戦者は、シャープと、富士通。そこで、シャープは、PC9801 に勝てる、キラーパソコンの、開発に着手する。パソコン市場の、ユーザーニーズは、法人ビジネス向けパソコン、個人ホビー向けパソコンに大きく分けられ、さらに、低価格、入門用パソコンと、高価格、高機能パソコンの4つに分けられる。そこで、シャープは、個人ホビー向けの、高機能パソコンのニーズに目をつけた。NEC の PC9801 は、幅広いニーズに応えることができる、名機種である。しかし、高性能、高画質、高音質を求めるユーザーのニーズは満たされていない。ゲームセンターのゲームを自宅で再現できるような高性能、高画質、パソコンが開発できないかな。1980年末頃、パソコンでゲームセンターの高画質、高音源ゲームを再現できるなど夢の世界だった。しかし、シャープは高性能パソコンの開発に着手する。開発には、CPU に、Apple のマッキントッシュにも採用された。モトローラの MC68000 を採用。グラフィックは、VRAM は 512KB。解像度は、768×512。発色数は、65536色と、ライバルから、圧倒的な差をつけた。高解像度グラフィックを実現した。サウンドも、高音質の、FM 音源8チャンネル、を採用。本体のデザインに、かつて、ニューヨークのマンハッタン区にあった、世界貿易センターを、連想されることから、マンハッタンシェイプと呼ばれる、左右分離ツインタワーの、美しいフォルム。OS には、CUI に、Human 68K、GUI には SX Window を採用。そして、シャープの試行錯誤の努力の結果、ついに X68000 が完成した。1986年秋に X68000 が発表されると、あまりにも
驚異的な性能に、パソコン市場に、激震が走った、ライバルの、NEC、富士通に、与えたインパクトは絶大なもので、NEC に至っては、急遽、X68000 に対抗する、新機種、PC88VA、を打ち出したが、成功には至らなかった。富士通は、遅れながら、1989年に、FM タウンズで巻き返しを図り、後に、一定の成功を収めるが、X68000 を超えるには至らなかった。X68000 発表後、ユーザーからの予約が殺到し、1987年3月の発売は、順調な滑り出しだった。圧倒的な勝ち組 NEC に、高画質パソコンで、シャープは、一矢を報いることができたのである。X68000。しかし、1988年、1989年、1990年と、販売が徐々に失速し始める、特徴である、高画質ゲーム発売が、減り始め、低価格な高性能、Windows、DOS-V 互換機が、販売され始めると、X68000 は、さらに失速。残念ながら、1993年、次世代の X68030 を最後に、シャープは撤退してしまう。一瞬の気が抜きだね。X68000 が衰退した原因は、非常に、完成度が高い、ハードウェアであったが、あまりにもユニークすぎたため、性能が良くても、他のパソコン用のソフトウェアを移植する際の負荷が高いという問題があった。任天堂UEと同じだね。まあ、時代の流れが、CPU はインテル、OS はマイクロソフトを採用する PC80 互換機、世界標準化の流れには逆らえなかった。ってところかな？世界標準化？そう。1990年から、パソコンは、標準化の流れが急速に進んでいて、特に、重要な、CPU はインテル製、OS は、マイクロソフト製、を採用した、PC80 互換機パソコンが、主流になっていたんだ。そうすると、高性能で、低価格なパソコンが、多くのメーカーから販売されて、そして何より、魅力的な、ソフトウェアが大量に発売されるようになり、PC80 互換パソコン以外は全て衰退してしまったんだ。残念ながらシャープも1993年に X68000 シリーズは撤退してしまう。でも、X68000 は完成度の高さから今も多くのユーザーから開発、利用されている。現在、シャープから、X68000 の BIOS や OS が、公開されたことにより、権利関係が、クリアなエミュレータが存在する、珍しいオープンな、環境なんだ。また、その開発の容易さから、制御用途や、教材、特殊な例では、アーケードゲームの中身として利用された例もある。また、現在も活動を続けている X68000 コミュニティが多数存在するんだ。 X68000 は今も愛され続けている。名義は永遠。